こんばんは。12月31日火曜日、中国ニュースです。はじめに今日の主な内容です。北京市と河北省張家口市を結ぶ高速鉄道が30日に開業しました。橋を支える主塔の高さが世界一を誇る貴州省の平東特大橋が30日開通しました。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。商務部は2019年の中国社会消費品小売総額が初めて40兆元を突破したことを発表しました。外交部はアメリカの新疆ウイグル自治区におけるテロ対策を中傷した言論について強い反対の意を示しました。以上が今日の主な内容です。はじめに、北京市と河北省張家口市を結ぶ高速鉄道が30日に開業しました。北京北駅から出発した高速鉄道は午前9時49分に張家口駅に到着しました。今回開業した高速鉄道は全長174キロで、最高時速は350キロ、北京から張家口市まで57分で結びます。この高速鉄道ルートは2022年北京冬季オリンピック・パラリンピックの競技場間の交通を確保する重要な路線となります。そのため車両内には所々にオリンピック競技の切り紙が貼られているほか、関連グッズが販売されています。橋を支える主塔の高さが世界一を誇る貴州省の平東特大橋が30日開通しました。今回開通したのは貴州省の平東県と螺鈿県を結ぶ橋で、橋の全長は2135メートル、橋面の幅は 30.2 メートルです。橋を支える3つの主塔はコンクリート構造で、高さはそれぞれ320メートル、332メートル、298メートルあります。この規模は峡谷に100階建て以上のビルを3棟建設したことに相当します。80体以上の雪の彫刻などが楽しめる雪祭りが28日黒竜江省で開幕しました。第19回中国牡丹江雪祭りが28日黒竜江省の牡丹江江心島で開幕しました。今年の雪祭りは楽しめるテーマパークがキーワードで、観光客が実際に訪れて体験して楽しめるイベントを目指しています。6万平方メートルの敷地には80体以上の雪の彫刻があり、多くが体験できるものとなっています。初日は花火が打ち上げられ、雪祭りの開幕を盛大に祝いました。続いてトップハイライトのコーナーです。2019年全国商務活動会議が30日北京で閉幕しました。商務部市場運行士の王斌副市長は、2019年の中国の社会消費品小売総額は初めて40兆元を突破して41兆1000億元に達した。前の年と比べて 8% 増となり、消費の経済成長の貢献率は 60% を超えている。商品による経済の牽引作用が一層著しくなってきたと紹介しました。アメリカが中国の新疆ウイグル自治区におけるテロ対策を中傷した言論について、外交部の高層報道官は30日、アメリカ側の関連発言は全く事実に背くもので、動機は不純である、アメリカ側の言論はでっち上げの中傷だと強い反対の意を示しました。中国の対外貿易について商務部対外貿易士の李光健市長は、今年1月から11月までの輸出入総額は同じ時期に比べて 2.4% 増の28兆5000億元に達し、2019年の対外貿易規模は30兆元以上になる見込みだ。横から見ると
中国の輸出入のスピードは世界の各主要経済体の全体レベルより高まっていると述べました。報道によりますと、国連安全保障理事会は30日、中国とロシアが提案した対朝鮮制裁の一部緩和に関する案をめぐり、2回目の非公式協議を行う予定だということです。これを受けて外交部の高層報道官は30日、中国は安保理メンバーが朝鮮半島問題で責任を持って積極的な行動を取り、政治的に解決することを期待していると述べました。以上、2019年最後の日の中国ニュースをお伝えしました。皆さん、良いお年を。